北朝鮮で韓流ドラマを見た1万人が自首しました。韓国メディアによりますと、昨年末、北朝鮮の学生ら1万人が韓流ドラマと映画を密かに見ていたとして警察当局に自首したということです。北朝鮮では韓国の動画は反社会主義的として主張が禁じられています。去年12月には韓流ドラマなどを世間に広めたら死刑、 主張しただけでも懲役15年と罰則が強化されましたまた金正恩総書記は2月に反社会主義的行為を無慈悲に滅ぼすべきと演説するなど締め付けが厳しくなっています脱北者によりますと北朝鮮市民は中国から USB メモリーなどを入れて持ち込まれた韓流ドラマを主張していたということです